福岡県は、昨日新たに104人の新型コロナウイルス感染を発表しました。自宅療養中だった50代男性の死亡も発表されています。新規陽性者104人の内訳は福岡市で47人、北九州市で18人などとなっていて、33日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。 一方、北九州市では自宅療養中だった50代男性の死亡が確認されています男性は24日に陽性が判明し軽症と診断され自宅療養中でしたがおととい午後、容体が悪化し運ばれた病院で死亡が確認されたということです福岡市では南区の介護施設で昨日までに利用者ら6人が感染し市は新たなクラスターに認定しました 佐賀県では昨日新たに4人の陽性が確認されています。